お家が。いや、あのね、可愛くない。可愛い、可愛いですよ。おしゃれ。あ、みくちゃんでーす。みくちゃん家初めてお邪魔したんですけど、おしゃれ、すごいおしゃれですね。本当？うん、あのみくちゃんは今お料理の、まあ、先生だったりとか、あとお料理番組に出ていらっしゃったりとか、はい、あとレシピ動画やってるね。あ、そうですよね。あ、デリッシュキッチンですよね。デリッシュキッチンの、先生です。はい、お邪魔します。ブランドチーズがなくて、なんかモッツァレラがあったから、それ、はい、え、嬉しい。私多分みくちゃんのお料理食べるの初めてです。あ、そっか、そうです。はい、あ、いちご、ありがとうございます。いちごよ、大好きな。もうすぐ終わるわ。でそうですよね。いや、私リクエストしつつ、あ、やばい、なんかもういちご時期あれかなと思っちゃって。そうだね。まあ、安くなってね、時期的にはそれこそクリスマスのイメージあると思うけど、はい、春ぐらいの3月とか美味しくって、その時期は高いイチゴ食べた方がいいと思うわけよ。あ、高いイチゴ、うん、高価でも買った方がいいけど、はい、それこそ今みたいな時期とかは小粒とかで2980円くらい買えるから、はい、それをこのジュースとかジャムにして作ったりとか、はい、こういう、なんていうんだろう、なんかマリネみたいなしてあげたらすごい、はい、へー、すごいいいこと聞いた。なんか、うん、うちの夫がめっちゃ料理好きなんですよ。そうなんだ。で、今日あのみくちゃんっていうそのお料理の先生のお家行くんだって言ったら、うん、何それ、なんか、そう、めっちゃいいなって、俺も行きたかったって言ってたんですけど、あの置いてきましたので。今度あとパーティーしようよ。ぜひぜひ、ね、多分めっちゃ気合うと思います。本当、コミュ力高いので、多分みくちゃんと同じタイプです。いけるね、それは。イチゴはさ、バルサミコソースも結構あるのね。あ、このレモンジェラの部分を、はい、バルサミコに変えてもいい。美味しい。なるほど、ね、このバジルもあるんだ。これとかも本当になんか季節のフルーツ、はい、イチゴじゃなくても、はい、シャインマスカットとかさ、出てくるじゃん。ちょっと美味しそう。それでも作れるから、はい、みんなやった方がいい。なんか作ってる、なんかおしゃれみたいな。作ってるね、なんか見た目も可愛いし、なんかこれインスタで、みくちゃんのインスタ見て、うんうん、なんかめっちゃ美味しそうって思って今回リクエストしたんですけど。そうそう、これ結構最近人気なのね。そうなんですね。みんなに買いなって言いたいぐらい。うちあのソーダストリーム、これですよね、こちらの。そうそう、これさ、メーカー名わかんない、なんていうのか、別にわかんない、この、はい、これさ、おしゃれなのよ、ちょっと高いの、ソーダストリームより。だけど結局さ、でも中身 の、はい、サイダー、はいはい、ガスボンベか、はい、ソーダストリームで大丈夫なんだけど、はいはい、うわちぎってやったよね。確かに美味しそう。
生ハムのさ、ピンからキリまであるじゃん。なんか高いのすごいなって、なんかどういう目線で買った方が一番失敗しないですか。そう、こういう、なんだろう、美味しいものって食べるときは、ちゃんといいやつ買った方がいいと思うし、はいはい、なんか例えばなんか巻いて作る料理とか、サラダぐらいだったら、まあ、安いさ、ちょっと売ってるやつでもいいのかもしれないね。で、私も使い分けてる。うんうん、すっごい美味しいですね。本当？よかった。いちご尽くしだね。いいね。幸せだ。パーティーですね。パーティーですね。いただいて、うん、食べて。パンもすごい美味しそう。これも美味しいパン。これは作ってないけど今日は。パン美味しい。パンもいいよね。うん、このレシピもレモン汁大さじ1、うん、で蜂蜜が小さじ1、うん、ちょっとね。塩コショウ少々でしょ、はい、でオリーブオイルが同じレモン汁と同じ大さじ1から 1.5 ぐらい入れればできるんだけど、はい、これドレッシングにもなるから。確かにそう、同じなのよ。そう、つけとくかつけとかないかだけで。はいはいはい。そのレモン汁の酸の部分あるじゃん、はい、ちょっと酸っぱいところ、はい、そこを例えばリンゴビネガー、アップルビネガーとか、はいはい、バルサミコに変えたりとかそういうのができるから、はい、へえ。そう、あ、でもちょっと変える、なんかすごいお料理番組ちょっと変えるだけなんですね。だからめっちゃお料理番組みたいですけど、ね、本当にちょっと変えるだけです。そうなの、なんか その、うん、なんだろう、レパートリーみたいな、なんとなく知ってれば絶対自分なんか挑戦すればできるから。ダンスに、え、最近いける？最近全然いけてないんですけど、みくちゃんと一緒にダンスのイベント出てたのは、うんうん、高校生とか。そうだよね。そうですよね。え、みくちゃんも高校生でしたよね、最初のやつ。だから私みくちゃんと最初にイベント出たのはあれだ、黒い、あ、黒いやつ、黒いやつ、黒いやつですよね。そうだよね。それぐらいの、もう高校卒業したかなぐらい。怖いね。もう10年前ぐらいだよね。すごい。でも大変お忙しいですよね。あー、なんか波があるよね、やっぱ、うん、やっと落ち着いたかな、今は落ち着いてる、うん、そう、だけど6月からそれこそ YouTube の企画が始まって、そう、今撮ってるんだけど、うん、お笑い芸人さんとかタレントさんと料理やって教えてるから見ます、見ます。え、なんかそれ、URL、チャンネルの URL とかってもらえるんですか。うんうん、あれ、ブルースキッチン内でやってる。あ、うん、そうなんだ。そう、なんかコーナーで、あ、でもなんか私見ました、それなんか。なんだよ、なんかもうインスタに載せてました。なんかシーズン1だって、はい、それがなんか評判良かったらしくって、はいはい、数が決まって、はい、今やってるって感じなんだけど。そうなんですね。前はね、吉本の芸人さんがほとんど。そう、多分一人暮らしの女の子とかも多いと思うんですけど、うんうん、なんか手軽に作れて、うん、おすすめな料理とかあります？すごい難しい人もおっしゃいましたけど、ね、よく聞かれるよそれ、うん、最近のさ、ひき肉だと安いから、うん、玉ねぎ刻んでひき肉でキーマカレーみたいな。え、とかガパオとかもいいんじゃない。なんかガパオって、私ガパオライス大好きです、ね、なんかこの間までなんか載せた時にめっちゃみんなストーリーとかに、うん、ストーリーがあるからさ、うん、みたいな。ガパオみんな好きなんだガパオ大好きです。でも実は簡単だから、うん、そうだね、ガパオはいいんじゃない。タパオは、それはもうレンジで作るんですか。レンジでも作れるし、もうフライパンでやった方が早いかな、でも。ああ、そうですよ、水分が飛ぶし、うん、フライパンの方が逆に、うん、え、ほんとちっちゃいサイズのフライパン1個あればいいんだ。あ、1人こいつですか。そう、もう全然ちっちゃい、ちっちゃいやつ、うん、ちっちゃいサイズ。そうそう、それでできちゃうし、うん、玉ねぎみじん切りしてひき肉買ってきて、うん、ちょっと彩りにパプリカ刻んで、うん、炒めてみたいな、うん、たまにミニトマト入れてとか、今の時期大葉入れてとか。え、めっちゃいいですね。ちょっと和風にするとか、最後に色が悪くなっちゃうから最後にちょっとちぎってベッて混ぜて混ぜるだけよ。ちょっと今日知識めっちゃ知識が充電できてます。今お料理の、いやでもね、やってほしい。え、美味しそう、それ、うん、大葉入れる発想は本当素人にはないです、うん、でも。あ、本当？うん、なんかベーシック作ってみて和風に変えるとか、ちょっとピリ辛に変えるみたいなアレンジをしていくと料理も楽しいと思う。
私一人暮らしの時料理ほとんどしなかったんですよ、うんうんうん、もう一人分しか作る必要ないから。私でも編集してると、うん、もう9時とか10時になっててそっから作ってってなると、ね、もう食べなくてもいいかなとかなってっちゃうんで、うんうんうん、作んなかったんですけど、うん、でも人間が2人いると、うん、ね、食べるなきゃいけないから、うんうん、しかもさ、多分私たちの年齢って今もうジャストじゃない、多分必要になってくるみたいな、うん、なんか自然と必要になってきちゃってどうしようみたいな、うん、あれみたいな、なんか今まで その食生活じゃもう無理、うん、体が無理になってきちゃって、うん、お料理して美味しいもの食べないと体が持たなくなってきちゃった、うん、じゃあやろう料理お金払うので、うん、お料理教室やってほしいです。なんかみなちゃんのプライベートレッスン、いいよ、プライベートがいいよね。皆さんがやってるところに普通に私もお邪魔してもいいんだったらそっちに行きたいんですけど、うんうん、なんか今そういう教室とかやってないよって感じだったら、うん、デザイン料買いに行ってくるんで、うん、いやいや全然いいよ。最近でも言われてるの、また最近やってる、言われてる。 あと最近月1で料理会みたいなやつで、うん、それもなんか友達がさ急に結婚して料理やりたいみたいな、今までそのカレーとかはすごい作ってた子なんだけど、うん、あ、カレーオンリー。そうそう、カレーのすごい、すごい好きで、めっちゃマニアックだから。あ、すごい、なんかちゃんと一から作る。そう、一から作る。あ、すごい。料理は全然できないけど、盛り付け知りたい。うんうん。やっぱ旦那さんができたら、うん、作ってあげないといけない、喜んでくれるのが嬉しいから。え、リサの可愛いエピソード、うん、すごい。そう、やろうって言って、うん、でそのなんか共通の友達とか、うんうん、まあ別の友達とか呼んで、はいはい、なんか料理会やろうって、人ドライブもあるんだけど、考える力も養えるように、うん、こうじゃあ試食担当ねみたいな、うん、すごい本格的ですねだからちゃんとアドバイスをして、うんうん、あ、でもいいですね、そうやってお友達同士で ね、うん、やったりとかするのも、うん、そうそうそう、それはそれで確かに楽しそう、楽しいと思う、うんうん、美味しそう。その見る可愛いですね。安い安いこれは。あ、そうなんですか。うん。え、ちょっと食べながらして。はいはい。ありがとうございます。いただきます。いつもこの朝地道にさ。え、私もこれ。やっぱり、ね、自動のいいよ。自動のタイムリーだったら。自動のあったんですけど。うん、なんかやっぱ手引きをしたいらしくて。あ、そう、結構こだわりなのね、彼は。えぐいですよ、こだわり。あ、そうなんだ。えぐいこだわり屋さんなので。じゃあ、でも私料理とか好きだったらこだわり屋さんだね、うん、じゃあ道具とかさ、こだわっちゃう派じゃない。あ、そうです、そうです形から入るみたいな。確か男性はでも多いね、そういう人がね。で、結局年を重ねていって、まあ今30になるけど、うん、結論シンプルが一番いいって。あ、でも行き着くから。でもそれ何事もそうじゃない、うん、なんか物とかもそうだけどさ、あ、そう、結局捨てるしさ、シンプルでベーシック、そう、長く使えるもの、うん、に投資をした方が絶対いい。そうなってきますよね。そうなるよ、うん、時間やお金を使い、自分の好きな道は歩む方がいいよねって思ったの。自分の好きなことが一番違い、無理しない、無理しない、ほんとそう、無理せず好きなことで生きていきます、成功本当に思いますね。そうだよね。でも、それこそ大人になって、うん、20代後半から、うん、やっぱ自分が落ち着いてきたのって感じますよね。感じる感じるね。なんかもうどうでもよくなってくるもん、なんかそれなんかガヤガヤしてること、うんうん、なんかまあ分かりやすく言った悪口とか、うんうん、なんかそれで盛り上がってる人たち、うんうん、そんなことやってたら自分が好きなことに時間割いた方がいいって、うん、なる。本当にそうね。これが年齢を重ねるということなのねみたいなね。ことなんだよね。年を重ねることが逆に楽しみっちゃ楽しみかも、うん、私は、うんうん、自分らしく多分できる年齢なんじゃないかなって思うと。確かに。そうですよね、うん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあみくちゃんの SNS を、はい、じゃあ概要欄に載ってますので、皆さんぜひそちらをチェックしてください。ありがとう。ぜひまたお邪魔させてください、ね、料理しましょう、はい、ありがとうございました。